久保さん、おはようございます。いや、ちょっとね、久保さんの動画を見ててちょっとやばいなっていう、まあ僕の髪の毛もちょっとあれなんですけど、いや、ちょっとびっくりして、まあカスタムサムネイルスクショ僕もちょっとねやっときますけど、昨日宮崎のねモアイ像、モアイがあるねとこ行く予定だったんですよ。でそっからの景色とかも良くて、まあモアイ像があるんですよ。で結構有名なんですよね。で行ったんですよね、まあやさんとね。そしたら休館日ですみたいな、本日休館日みたいな、うわーみたいなマジでーみたいな、休館日か調べてなかったみたいなね。まああやさんもそこが有料だと思わなかったんですよ。有料で運営してると思わなくて、まあもはや、まあ、無料のなんかそのなんかそういうの思ったらしくて、僕も別にそのなんかそこ見てなかったなみたいな。でその休館日ですみたいな、本日休館日みたいな、マジか、じゃあちょっとじゃあ青島行きますかっつってね、あ、まあ青島神社まああそこはまあ行けるんでね、まあお金払って入場するとかそういうわけじゃないですから、まあ青島神社に向かってたんですよ。そしたらなんかたまたまなんですけど、あやさんトトロいました、ちあやさんトトロいたんすけど、えトトロ写真撮っていいですかみたいな、でトトロ、いやそれ行くでしょっつって、なんかちょっとこうちょっと行ってね、こう行ってちょっと、戻ったんですよ。で戻って、しかもね、そこがなんかね、よくわかんない場所にあるんですよ。で、なんか道が狭くて、なんか何回か回って入れたんですよ。で、入ってね。で、駐車場もないんですよ。駐車場もなくて、どうする車みたいな。で、ちょっと、こう、どうするよ車つって、ガガガガゴンみたいな。まあ、ここら辺の、なんかでかい石があってね。でかい石があって、そのでかい石をこう、なんかバーンみたいな、なんか当たっちゃって、ちょっと、バンパーがね、こうバックリ行っちゃったんですけど、そうで、なんかその目の前に おばあちゃんがいて、なんか畑仕事してたんですよ。あ、さ、当たったね、石に、みたいなね。あの奥の方にちょっと大きいとこあるから、あっちでいいんじゃないかな、みたいなね。ありがとうございます、ってちょっと移動して、その車をそっちの方止めたんですけど、だからね、それで行ったんですよ。そしたらそこが、まあ多分建設屋さんなのかな、建設屋さんの事務所かなんかで、で、な、隣のトトロがあって、もうすごいんですよ。で、まあ、そのなんか、作られてるんですけど、で、なんかその、子供さんが、なんかトトロと一緒に住みたいみたいなね、そういうのがあって作ったらしいんですよ。で、作って、かなりこの巧妙に作ったから、まあ人が多分いっぱい来るようになって、いっぱいとかね、まあでも女子がいた、女子撮ってましたからね。女子一人いたんですけど、なんかそのインスタグラムのその宣伝用と、まあ作ったのは子供用に作ったんだけども、まあなんかでなんかになったのかわかんないですけど、なんかインスタグラムのこういうやつだったりとか、まあこういう理由でこれを作ったんですよ、みたいな。で、まあまあ一応、その、敷地内なんで静かにしてください、みたいなね。ね。で、なんかそういうの あって、すごいんですよ。びっくりして。こんなとこあったか、みたいな。まあ何が言いたいかっていうと、まあ、とりあえず、久保さんとなんかね、リンクしてんな、みたいなね。ね、久保さん。ちょっとビビりましたね。何なんすかね。いや、これは、何なんでしょう。まあ、あとは、まあ、まあ、話をまとめましょう。話をまとめると、じゃあなんでその場所を見つけられたのかっていうと、要は、そう、休館日だったんですよ。で、これ、休館日じゃなかったら、モアイ像でいろいろやってたんで、多分、まあ、日落ちるまでいたりとか、まあ時間的な部分だったりとか、多分そこに気づけなかったんですよ。だからなんだろうな。なんか失敗してみないと分かんないこともあるし、行ってみないと分かんないこともあるし、やってみないと分かんないこともあるし、ダメじゃない、ダメだった。いろんな、全部必要ってことです。全部。全部人生には必要だってことです。全部必要で、で、なんだろうな。まあ全部必要ですね。全部。でもその全部必要なんだけども、
なんだろうな、なんなんすかね、そのなんていうか、なんなんでしょうね。ちょっとコーヒーいただきます。久保さん、なんなんですかね。全部必要なんだけど、なんて言ったらいいかな。なんてまとめればいいかな。なんか必要なんだけど、でもそれをみんな感じれてないんですよね。感じれてないというか、それに気づけてないというか、例えばなんだろうな、まあ普通の人って、まあ一つ失敗するじゃないですか。で、なんだろうな、ふざけんなとか、あーとかね、思うんですけど、やっぱその失敗を横展開するとか、なんだろうな、まあじゃあこの失敗を生かして、じゃあ次これやってみようとか、これやってみようとか、じゃあ成功しても、じゃあ今度こっちはうまくいかないのか、いくかなとか、横展開広げたりとか、まあ思考を広めるというかね。だからそうすると結局全部がつながるわけですよ。でも結局その一つの物事、現象に対して、ああダメだった、最悪で終わらすと広がらないんですよね。だけどその一つの物事を横展開広げてこうすると、結局全部が必要だと、まあ全部がこうつながっていくんですよ。でも多くの人は物事の一つに対して一つの答えというか、一つのああみたいなね、な感じなんですよね。そう、だからうまくいかないですよ、広がらないですよ。だから今の現実変わらないんですよ。それはそうですよね。目の前のあることに対して一つの展開しかできないわけですから、広がりようがないじゃないですか。うん、まあこんな感じですかね。だからなんだろうな、買い物とかもそうじゃないですか。だから久保さんセルシオの動画の話もしてましたけど、じゃあセルシオ買っても、じゃあ、ああ満足、ああセルシオだ、終了じゃないですか。でも久保さんの場合は発信しますよね。発信することによってまた仲間、セルシオの仲間ができたりとか、まあそれで集客してお金が稼げたりとか、なんか一つの現象に対してこう全部、なんだろうな、だまあ例えば久保さんがね、まあこの前2年前ですか、名古屋でね、名古屋でね、なんだ、こけましたけど、こけましたっていうね、ふざけんなバカ野郎じゃないですか。でもこけたら、こけました、こけちゃいましたねって、あ、これブランディングでいいなみたいなね、こけた動画いいんじゃないかみたいなね。まあそんな感じで、なんかまあなかなか難しいんですけど、そういう風にできるようになるのは。まあでも一つじゃなくて二つ三つをこうやっぱまあ展開していけるようになると非常にいいんじゃないですか。まああとはプラスやるってことですね。うん、なんだ今の旅路の事例で言うならば、ここがダメだから、じゃあ今度こっち行ってみようって話なんですよ。でそっちの道のルートに行かなければ、まあもうそもそもそこにはたどり着いてないしね。うん、だからでそこではなんかまあ、ああ、じゃあ今日、前、ダメですね。帰りましょうか、みたいなね。帰ってたら、多分そのトトロ見つけてないですよ。そう。うん。だからなんだろうな。行く道の道に、道が発見できるというかね。そう。行く道の道に、やっぱ道があるってことですね。はい。降ります。